これより後半戦に入ります。第3クォータープレーナンバー3の1磯のキックオフ、キッカー75番、トライサーズリターン、リターナー59番、トライサーズ陣30ヤード付近でボールデッド。ここからトライサーズの攻撃となります。プレーナンバー3-2、トライスターズファーストダウン10、ボールオン自陣30ヤード。中央へのワンプレー、キャリア21番、しかしこれはカバーされており、1ヤードロス。プレーナンバー3-3、トライスターズ自陣29ヤードからセカンドダウン11。QB サーク、クォーターバック66番、プレーアクションからパスを投じようとしましたが、これを磯の69番がQBサーク。プレーナンバー3-4、トライスターズサーダウン13、ボールオン自陣27ヤード。QB サーク、再びクォーターバック66番、プレーアクションのパスを投じようとしましたが、これを磯の90番が QB サーク、さらにロス。プレーナンバー3-5、トライサーズフォースダウン20、パンタフォーメーションを選択します。パンター8番、トライスターズ8番パントをしようとしましたが、このパントを磯野がブロック、このブロックを抑えた磯野30番、そのままボールを持ちエンドゾーンに駆け込みタッチダウン、磯野6点獲得。プレーナンバー3-6、磯野トライ4ポイント。キッカー75番、キック成功、1点追加。磯野スーパースターズ27点、トライスターズ0点。
プレーナンバー37、磯野のキックオフ。先ほど得点を挙げた磯野のキックオフで試合再開です。キッカー75番、トライスターズリターン。トライスターズ陣25ヤード付近でボールデッド。ここからトライスターズの攻撃となります。プレーナンバー3-8、トライスターズファーストダウン10、ボールオン自陣27ヤード。クォーターバック66番、オプションプレーのキーププレー、約7ヤードゲイン。プレーナンバー3-9、トライサーズセカンドダウン3、ボールオン自陣35ヤード。ドロープレー、パスに見せかけたプレー、しかしこれは読まれており、ゲインはなし。キャリア21番。プレーナンバー3-10、トライサーズ自陣34ヤードからサーダウン4。トライサーズファーストダウン。クォーターバック66番、ダイブフェイクオプションで自らキープ、ファーストダウン獲得です。プレーナンバー3-11、トライスターズファーストダウン10、ボールオンハーフウェイ。クォーターバック19番、ダイブフェイクオプションで自らキープ、約9ヤードのゲイン。プレーナンバー3-12、トライスターズセカンドダウン残り1ヤード、ボールオン相手陣41ヤード。ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクです。
プレーナンバー3-12トレサーズ、相手陣41ヤードからセカンドダウン残り1ヤード。パス成功、ファースダウン。クォーターバック19番、プレッシャー浴びながら右に流れつつ、ランニングバック34番にパスを通しファーストダウン獲得です。プレーナンバー3-13トライサーズファーストダウン10、ボールオン相手陣38ヤード。クォーターバック19番、ハンドオフウェイから自らキープ、しかしゲインはほとんどなし。プレーナンバー3-14トレサーズ相手陣38ヤードからセカンドダウン10。スロットバック2番、オプションピッチを受け左オープン展開しようとしました。ここでイエローフラッグ、反則が発生しております。オフェンスの反則です。背後からの不正なブロック、後ろからブロックしました。アメリカンフットボールは後ろからブロックしてはいけません。反則の発生地点から10ヤード下がってセカンドダウンやり直しです。あ、失礼しました、先ほどのプレー反則を取りません。ロスを取りサードダウンとなります。プレーナンバー3-15トライサーズサーダウン14、ボールオン自陣43ヤード。ランニングバック33番、オプションピッチを受け右オープンを展開。ゲインはしておりますが、フォースダウンとなります。プレーナンバー3-16トライサーズフォースダウン7、プレーを選択します。ギャンブル、7ヤードゲインできないと攻守交代です。ボールオンは相手陣35ヤード。
スロットバック2番オプションピッチを受け左オープンへの展開でしたが、これは磯野がアジャストしゲインなし、4回目の攻撃失敗となりますので攻守交代です。ターンオーバー、プレーナンバー3の17磯野ファーストダウン10、ボールオン自陣41ヤード。パス不成功、クォーターバック19番ヒッチパス、しかしこのパス乱れ、パス不成功、前パス失敗となりますのでセカンドダウン、次の攻撃になります。ナンバー3の18磯野自陣41ヤードからセカンドダウン10。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック19番ワイドレシーバー18番にパスを通しファーストダウン。プレーナンバー3の19磯野ファーストダウン10、ボールオン相手陣47ヤード。パス不成功、クォーターバック19番ワイドレシーバー11番へのパス、しかしこれを11番キャッチミス、パス失敗でセカンドダウンとなります。プレーナンバー3の20磯野相手陣47ヤードからセカンドダウン10。パス不成功、クォーターバック19番プレイアクションからパスを投じましたが、このパスをトライスターズ21番がパスカット、サーダウンとなります。プレーナンバー3の21磯野サーダウン10、ボールオン相手陣47ヤード。パス不成功、クォーターバック19番ワイドレシーバー26番へのパスでしたが、パスコントロールミス、フォースダウンと変わります。プレーナンバー3の22磯野フォースダウン10、パントフォーメーションを選択します。パンター18番、ボールオンは相手陣47ヤード。このバントはトライスターズ陣10ヤード付近でボールデッド、攻守交代です。
プレーナンバー 3-23 トライスターズファーストダウン10ボールオン自陣12ヤード。オプションピッチ乱れましたがバックス33番ピッチをキャッチしゲインしようとしました。しかしディフェンスの集まりよく約2ヤードロス。プレーナンバー 3-24 トライスターズセカンドダウン12ボールオン自陣11ヤード。ここでホイッスル。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして磯野スーパースターズ27点、トライスターズ0点、交渉を入れ替え第4クォーターに入ります。第4クォーターはこれまでの得点の奪い合いに加え時間を奪い合う戦いが始まります。